皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリ五輪、ホッケー女子の日本代表は29日、一次リーグ A 組で中国と対戦。NHKBS で中継されたが、お笑い芸人とアイドルが声援を送る様子が映り、ネット上で話題を集めている。写真、ホッケー女子日本代表の応援に駆けつけた椿ファクトリー、笠井優美、X より、 会場の観客席にはお笑いコンビロッジの中岡宗一46とハロープロジェクトのアイドルグループ椿ファクトリーの笠西優美優ル =20 の姿が中岡は特技がフィールドホッケーで日本ホッケー協会のアンバサダーも務めている笠西は日本ホッケー協会の公認ホッケーアンバサダーを務めており自身もホッケーの競技経験がある 葛西は27日にハロープロジェクトのコンサートに出演この日の日本時間午前5時ごろにインスタライブを行いパリを訪れていることを明かしファンを驚かせていた中継のカメラには日の丸を掲げた中岡と葛西が立ち上がって応援する様子が捉えられインターネット上では今ホッケー見てたら観客席にロッチの中岡みたいな人が映ったんだが本人か ゆい心映った、同じくホッケーアンバサダーのロッチ中岡氏と一緒。スタンドにいるのロッチ中岡じゃね。現地からのロッチ中岡さんだ、中岡さんもおるの。中岡発見、急にロッチ中岡さんが応援席で応援してるの抜かれてまた早くアップ来ないかなとか思ってる。ゆうみちゃん、ロッチの中岡さんと楽しそうに応援しててにっこり、ゆい心ちゃんパリいるの。すごい、ゆう心ちゃんタフすぎる。 という反応が見られた中岡総一46とハロープロジェクトのアイドルグループ椿ファクトリーの葛西優美優ニイコール20の姿が中岡は特技がフィールドホッケーで日本ホッケー協会のアンバサダーも務めている葛西は日本ホッケー協会の公認ホッケーアンバサダーを務めており自身もホッケーの競技経験がある カサイは27日にハロー。プロジェクトのコンサートに出演。この日の日本時間午前5時ごろにインスタライブを行い、パリを訪れていることを明かし、ファンを驚かせていた。中継のカメラには日の丸を掲げた中岡とカサイが立ち上がって応援する様子が捉えられ、インターネット上では、今、ホッケー見てたら観客席にロッチの中岡みたいな人が映ったんだが本人か ゆい心映った、同じくホッケーアンバサダーのロッチ中岡氏と一緒。スタンドにいるのロッチ中岡じゃね。現地からのロッチ中岡さんだ、中岡さんもおるの。中岡発見、急にロッチ中岡さんが応援席で応援してるの抜かれてまた早くアップ来ないかなとか思ってる。ゆうみちゃん、ロッチの中岡さんと楽しそうに応援しててにっこり、ゆい心ちゃんパリいるの。すごい、ゆう心ちゃんタフすぎる。 という反応が見られた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。